お知らせしていきます。さあデビューさん、サードミニアルバムのことをちょっとね、はい、お話をね聞きたいんですけれども、まず今後ろに流れてますね、このフェイマス、はい、そうです。この曲もまたねかっこいい曲ですけれども、はい、このミュージックビデオはどうでした？これPV を撮影するとき、うん、結構なんて言うんだろう、なんか色をちゃんと使ったと思います。なんかいろいろなレードとか、うん、僕の髪の毛は緑なんですけど、そういうなんか色のなんか魅力っていうか、それがちゃんと見える PV じゃないかなって思ってます。そしてなんか個人的なちょっと考えなんですけど、できればなんかダンスミュージックビデオも出たら嬉しいですね。あ、いやでもちょっとこうなんていうんですかね、真似したくなるダンス結構入ってますよね。ああそうですか。なんかこうみんながこう踊りたくなるような。本当ですか。いっぱい入ってるから。一番目立つの踊りは何ですか、やついさんの。なんかこういうのをやりたい。この震えるやつをやりたい。本当ですか、うん、あれだったらなんかなできそうな感じがして。でもそれを結構想像しながら、なんか目立つ踊りっていうか、うん、ファンの皆さんが見てもちゃんとなんか目に入れる、うん、なんかそういう踊りを入れたかったんですね、うん、それで振り付けを知ってくれた力丸さんっていう人と一緒に相談しながら作った、はいはい、ダンスです。じゃあデミンさんの意見も結構入ってるんですね。そうですね、いろいろ変更が多くて、うん、はい、大変でしたと思いますけど、うん、でも本当に力丸さんが頑張ってくれてできたと思います、うん、すぐ覚えれるもんなんですか、このダンス。ダンス、まあ、お得意ですけどね。昔よりはもうだんだん早く覚えることができるんですけど、うん、でも今回の場合はツアーをやっている途中に練習とか、うん、この作品を作ることを知ってて、うん、結構時間かかりました。やっぱそうですよね、はい、ということで、これまずはフェイマスをね今見ていただいてますけど、あれつぶやけました？つぶやけ、今つぶやいた、はい、あ今つぶやけましたよ。さあ、もう今つぶやいたのにもかかわらずもう2700いってますよ。いやいや、もう1分どころじゃないですよ、もうこれ3000、5000すぐいくんじゃないですか。あー、いけるかな、うれしい、喋ってる間にもうリツイートがもうどんどん進んで、いや、わだいたいリツイートの方が少ないもんですけど、いいねよりリツイートが進んでますよ。まだ、はい、行きました。1分もかからず3000リツイートで言うと達成です。 ありがとうございます。いやいや、全然7時になんかならなかったですよ。あ、これちょっとあれですね、3万でもよかったかもしれないですね。そんなことできないと思います。じゃあデミンさん、約束通りお届けしていきたいと思いますけども、はい、これまだ本当に世の中に出てないですよね、はい、この今から流れる曲は、はい、そうです、そうです、うん、もうこれ最速公開となりますので、はい、ではデミンさん、曲紹介をお願いいたします。はい、Colors っていう曲なんですが、まず結構軽やかな曲なんです、うん、この夏に似合う曲だと思いますけど、うん、この曲が個人的に本当に好きだった曲で、うん、デモを聴いた時から絶対今回のアルバムに収録したいなって思って、うん、プロデュースしてくれる方と一緒に相談して、はい、入れた曲です。なるほど、はい、中でもお気に入りの曲ということですね。そうです。うわ、じゃあぜひ聴きたいと思いますので、曲紹介をお願いいたします。はい、では聴いてください、 Colors。 合ってますか？合ってます。